にゃん。ガトンガトン、どうもガトスです。元気もりもりもりちゃんです。今日はミラクル変身おしゃべりめんめんで変身なりきり遊びをみんなに紹介していきたいと思います。めんめんがフォームチェンジして別の姿になるので、うん、そこに注目してみてください。他の詳しい遊び方は別の動画で紹介しているのでそっちも見てみてね。それでは早速やっていこう。バンマニフードをひっくり返してめんめんをどんぶりフォームにチェンジします。変身ができて、めんめんはこうねくるくるって面を回してもう実際に面を伸ばしてるようなアクションで変身することができました。なんか本格的なラーメンを作ってるみたいな工程だったよね、うん、おむすびサンドイッチときて、うん、今回どんぶりなんだって。そう、もうみんな違っていいね。そう、どんぶりフォームかわいいよね、うん、かわいい。うん、コメコメパムパム同様ですが、うん、こうやって体にポンポンってやることでエナジー妖精のパワーを分けてもらうような感じで変身することができます、うん、そして変身してる時もですねめんめんの声が入っているので、うん、一緒に楽しく変身することができます。みんなもいっぱいめんめんと一緒に変身してみてね。ミラクル変身おしゃべりめんめんは現在発売中。そしてにぎにぎ変身おしゃべりこめこめ、サードで変身おしゃべりパムパムも現在発売中。デリシャスパーティープリキュアは ABC テレビ、テレビ朝日系列にて毎週日曜朝8時30分より放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。